はーい、いまーす。ほい。はい。大丈夫ですか？はい。いきます。3、2、1。それは絶対ない。はい、では電話カード引きます。お、月を言います。アクトカード引きます。いきますよ。3、2、1。さあどれでしょう。それでは回答をオープン。じゃん。あら、また3割だけ。あら、それ3割。あ、なるほどなるほど。もしかして逆転の3割か。あ、マジで。じゃあいきますよ。正解は D でした。あれ、え、 D、 D、 偽りのスキルです。ちょっとこれは私がうまく表現できませんでした。引きます。よいしょ。いやーって言います。おー、うん、アクト引きます。ピン、いきますよ。3、2、1。いやー、へー、できたと思う。はい、おお、ボンコ読みだけ。 F はボンコ読みのマジで無理の嫌か、お化けを見て嫌。はい、私はどっちか。そっちも迷ったんですよ。そうそう、そっちだよね。答えは D です。イエーイ。やったお願いします。テーマカードを引きます。これです。プーを言います。もっとこのもか、はい、はい、で、アクトカードを引いていきますよ。3、2、1。え、なんだ。プー。おいただきますよ。回答オープン。あ、違った。C だ。C だ。あ、C。C。はい。これです。何？ G です。G は何？何のプー？G？ ラッパのプー。いやー。C 何？可愛く。はい。やってきましたが、いかがでしたでしょうか。私初めてやったんですけど、意外と難しいですね。リアクションせずに、本当に声だけで誰かに何かを伝えるって。本小指どうでした。そうですね、ちょっと前回りょうさんたちみんなでやったんですけど、その時は結構うまくできたんですけど、なんかちょっとうまくできなくなってたのでもっと勉強して頑張ります。はい、お二人はどうでした。2回目やったの。2回目だけど、まあ面白いけど伝わらないねっていうのが正直なところ。あんちゃん、あれだね、あのね、アーマリさんのね、独特なワールドがすごくよくあの一連で分かったかなって思いましたね。あれ、この動画の趣旨って2人の巣を見せるための動画なのに。あ、まあ私の巣を見せられたのも良かったかなと思いますが、はい、またね、お二人をお呼びしてね、
いろんなことに挑戦していけたらなと思いますので、またその時はどうぞよろしくお願いします。お願いします。ということで本日の動画は以上。また見てね。バイバーイ。